釣り博 TV をご覧の皆様、こんにちは、のとです。はい、本日やってまいりましたのは見ての通りサーフでございます。で、サーフで何をやっていくかっていうことなんですけど、エギングでございます。なんでこのサーフのエギングを紹介する流れになったかと言いますと、昨今ですね、秋のアオリイカ絶大な人気を誇っておりまして、個人的にはね、すごい人が増えてるっていうのは嬉しいんですけど、やっぱりね、エギングできるポイントも限られてくるじゃないですか。はい、なのでサーフなんですよ。で、サーフって結構ね、エギングのイメージ持たれてる方少ないかなとも思います。実際ね、こう今エギングが釣り9月なんですけど、我々のエリアはもうどこに行っても人がすごいです。ただやっぱサーフは見ての通り一人もいません。はい、狙い目というわけなんですよ。なので、まあ、人が少なくてポイントもすごく広くて、なおかつそこそこイカも釣れるっていうポイントがサーフなわけです。なので、まあ、サーフのエギングのね、コツとか、どういう場所を狙ったらいいのとか、どういうサーフがいいのとか、その辺もね、詳しくご紹介をさせていただこうと思います。あとはね、実際の釣り方であったりとか、そのエギのチョイスとか、その辺もね、見ていただけると嬉しいなと思います。まず今日訪れたサーフは京都府のサーフなんですけど、右にね、ちょっとした磯があって、結構オープンエリアになってます。左にもね、こうね、磯があるわけですよ。こう磯がね、こうアップしすぎた、こう磯と磯に囲まれためちゃくちゃ広大なサーフっていうわけですね。近くにね、磯とか、まあ藻場とかそういうのがあると結構狙い目かなと、はい、思いますし、あとね、僕が一つすごい大切にしていることがあって、ここはね、非常にね、細かい砂なんですよ。こういうところは、このね、アマモちゃん、水中のニラみたいな生物ですね。このアマモって、すごくアオリイカ好きなんですよ。隠れやすかったりとか、身を寄せたりとか、あと、魚も溜まりやすいものなんで、こういうアマモが生えてるサーフは、おすすめポイントの一つとなっております。はい、それとあとは、まあゴロタって言われるようなサラサラした砂じゃなくて、ちょっと大きめのね、砂利みたいなところとかも生き物がね、やっぱ住み着きやすいんで、そういうところもイカって結構いますし、あとは沖に面してるサーフとかであれば、消波ブロック、波打ち消すためにね、テトラポットが入ってたりするんですけど、そういう周りにも結構イカはついてますかね。はい、はい、次ですね、エギもね、種類があります。はい、でサーフは浅いです。ドンブカのサーフももちろんありますけど、ドンブカのサーフとかは結構普通のエギを使ったりして、あと流れが速いところとかね、ノーマルのタイプを使うんですけど、まあ僕の行ってるエリアに限って話しますと、大体浅いです。大体浅いので、できるだけ沈むのが遅いもの、僕が好きで、まあ使ってるの簡単に軽く触れますと、エギオ系のこういうね、これ 3.5 号なんですけど、ドシャローっていうタイプ、あとはこれ3号ですね、シャローって言われるような、普通のエギの落ちていくスピードより遅いもので、ドシャローのタイプなんかはもうこれぐらいめっちゃゆっくり落ちていくようなやつなので、でラインテンションをちょっとね、引っ張ってあげるともうほぼ沈まないぐらいの、エギになってるので、そういうのがあると非常に便利ですね。なのであった方がいいのはそんな感じです。ではね、実際に今からエギングしていこうかと思いますけど、はい、お伝えし忘れてましたけども、これサーフなので遠浅です。できるだけ飛距離を稼ぎたい、はい、っていう気持ちもあるので、こういうね、これマグキュー、これね、重心移動が入ってるむちゃくちゃ飛ぶエギ、むちゃくちゃ飛ぶんです。はい、こういうね、飛ぶタイプのエギっていうのも一つあるといいかなと思います。はい、あとはサングラスね。砂浜のアオリカって波打ち際まで追いかけてくるとき非常に多いので、このサングラスで、ちゃんと追いかけてないかチェックっていうのも必須です。やっていきます。まずは投げます。これね、もう着底はね、浅いサーフはほぼ取らなくていいと思います。で、ポールも刺せてもいいし、刺せるんやったら竿立て気味でゆっくり落としてあげるとか、竿寝かすとね、やっぱりね、波に糸が取られたりとか、あと落ちるの早くなるんで、ちょっと竿立て気味で、なおかつちょっとサビくぐらいでもいいから、ゆっくり巻いたり、ゆっくりこう竿を上に上げていくって感じで、できるだけエギを沈めていかずに水平にしていく。エギングって尺ってね、こうずっとこう回ってっていう釣り方がまあ大体メジャーなんですけど、サーフはね、特別浅いので、こうやって巻きながら探っていきます。あとね、今ね、
ちょっと波あるんですけど、ザパーンって来てるような波の時はちょっとイカ少なくなったりとか、あとはもう非常に釣りづらいし危険感じるんで、そういう時は避けましょう。できるだけ波のない日がいいかな。で、見てるとあの辺とか藻場があったりするんですよ。あ、藻が引っかかってきた。これ、このね、やっぱね、海ニラ、アマモが引っかかってくるのは非常にいい、非常にいいです。そういう周りを今はこうテンポよく探っていってるような感じで、そういう藻場がないような場所、そういうところはしっかり沈めてあげてもいいです。で、これでやたらね、もう藻場があって藻に引っかかるようであれば、シャロータイプとかスーパーシャローのタイプに変えてあげる方がいいですね。今はね、エギはね、マグキュータングステンのノーマルです。 3.5 号。うわ、水気持ちいい。冷たくて、サンダルで来たんでちょっと入りながら涼みながらやりますね。暑いっすよね今年、マジで。これね、サーフの端っこってね、イカすごい多いんで端っこから始める方がいいですね。うん、追いかけてこんな、ちょっとシャローに変えよう。ほな、ちょっと乱眼しながらイカ探していきます。水切れ。これイカ追いかけてきたら多分この辺で見えると思うんで、昨日荒れてたからちょっと切れ藻が多いね。でもね、こういうね、切れ藻が多いところは切れ藻についてたりするんでいいっすよ。このサーフのエギングは一箇所で粘るんではなくて、個人的な考えでは答え早いんで、ユーマ爪は結構一箇所で投げ続けたらなんか群れ入ってきていっぱい釣れたりもするんですけど、昼間はね、結構こうポン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 、めぼしい場所、黒っぽいところとか、そういう場所をねテンポよく打っていくことが多いですね。で、当たりがあったりしたらちょっと粘ってみたりとか、一杯釣れたりとかねしたら同じ場所結構やってみてもいいかな。この辺よな。えい、こういうね、ゴミが今、浮きゴミがいっぱいあるんですけど、こういう浮きゴミがあるところっていうのは何かしらの変化と捉える方がいいですね。こうだだっ広くて何にもないサーフなんで、こういう何かしらのちょっとした変化のところは狙ってあげる方が良いです。ここ釣れそうやな。なんかビンビン感じるぜ。ここ釣れそう。こういう変な時、変なこと言うてる時とかにね、後ろにね人立ってたりするんで、ちょっと後ろチェックしながら、ね、完全に砂浜であればそこにもう完全につけて止めといてあげるとか、あとはこうズル引きしてあげるとか。来た、おっしゃー、ズル引きしたら来たで。イエーイ。映ってないやろね。これちっちゃいな。今日の晩ご飯にはならんので逃がしてあげます。これはありがとう、ありがとう。はい、アオリイカ、足が炭まみれ、ありがとう。じゃあね、追いかけてきたね沖から。で、一杯釣れたら多分なんか近くにおると思うんですよ私。手前はこう着底させてしまってね、完全にで、ズルズルって引いてあげる。ズルズルって、これ早く巻きすぎないのがポイントね。エギがこうそこにこうついてる状態でこうずーっと行くような感じで、早く巻きすぎるとカンナが下に行っちゃうんで、根がかってしまったりとかゴミ拾ってしまったりするんで、で、イカからすると仮説ですけど、そこでこうエギを止めといたりとかズルズル引いてあげると、逃げ場を失った餌みたいな感じの演出ができるんですよね。だから多分抱きやすいんかなと思ってます僕は。来た、ほら、やっぱボトムをねスーってやってあげると釣れた。あー、でもこれもちっちゃいわ、リリースサイズや。ありがとう。はい、イカちゃん、おい、ありがとう。すんごい勢いで帰っていったわ。
で今ね釣れてんのちっちゃいんですよ、シーズン柄。上こんなでかいおったんってやつも、まあ、ちょこちょこ釣れるんで、上の方をやりたいときはこう手を上げていく。例えばちょっと水深があるサーフとか、下の方をゆっくり引きたいなっていうときは竿を寝かす、そういうね使い分け しますね。うわ、チヌ来た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 、見て、おお、でけえ、怖え、来てる。じゃあ来ました、チヌ来た、チヌ来た、チヌ来た。うわ、食われた、食われた、怖っ、食べられたイカが。よし、ちょっとサーフ変えてみます。サイズアップを求めてやっていく。はい、がっつり外洋のサーフに来てみましたが、まさかの、はい、この波ですよ。しかも向かい風、この中で釣れるのかちょっと試してみたいと思います。両サイドにもし磯とかがあれば、磯寄りとかはちょっと波がね落ちてたりもするんで全然飛ばんね。うん、波があるとね抱くまでに結構時間がかかるんで、ちょっと波がある日は気持ちゆっくりやってあげる方がいいです。こんな波の中エギングすることないんで、一応ねせっかく来たんでやってはみますけど、いい例ですね、いい例。こうなるとライン波に取られるし、もう当たりもクソもないし、ようわからんので戻ります。釣れますよ、いつもはね、波がなければね。はい、結局、最初の場所に戻ってきまして、最後ねちょっとやってみようと思います。まあ、ちなみにこのサーフのエギングは結構長い間通用しますね。で、個人的にいいなって思うのは、その人がすごい多い9月10月とかはサーフ結構ガラ空きですし、秋イカサイズが多いので数釣りもねできたりしますし。よし、サイズ最後狙って、ほぼ沈まないエギね、ドシャローって言われるタイプ 3.5 号でやります。じゃん、金味。これねいいのよ、こういう場所ね、これ最高にいいのよ。で、このドシャローのタイプとかは結構上に向かってしゃくりすぎると劇的にめっちゃ飛んでくるんで気をつけましょう。うわ、でっかいん来てる。おっしゃ、来た。オッケー。おお、来たよ。こうちゃんやん。こうちゃん釣れた。こうちゃん。こうちゃんやん。こういかちゃん。あ、ごめん。ほい。いけいけ。そう、こういう砂浜はね、こういかも多いので、いい副産物として釣れますね。あとね、言うの忘れてた。そんなサーフやし引っかかることないけど、やっぱたまにね、岩があったりとか、石があったりとかするんで、もし、障害物にゴツゴツ当たったなって思ったら、グーって引っ張らずに、ちょっとこう、竿先をね、ちょん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 ってしてあげながら、竿を上に上げてあげると、外れます。来た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 、見て、すんごい勢いでここまでコウイカ来たで。今僕の足元にいますよ、コウイカ。釣れるよ、これ。ほい。ほら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 、見て見て見て。ほらほらほら。すごいすごいすごい。すごいよ。コウイカさん。警戒したけど、抱く、あれは。ほい。ほい。ほい。ここでズル引いてみましょうか。うわ、面白い。面白い。波打ち際の攻防。波打ち際の攻防。抱いた。おし。でかっ。でっかいコウイカ来た。やった。でかいコウイカ。これちょっと今日いただきます。夜。怖いな。波があるで、墨が怖い。うぃ。今日の晩飯や。君は。焼きと刺身にしていただきます。まあ煽りはね、ちょっともうちょっと警戒心高いんで、なかなかあんなことになりませんけどね。だいぶ波打ち際までついてくるんで、
しっかり手前まで探ることやね。はい、お疲れ様でした。実況終了です。まああんな感じでね、まあコウイカでしたけど、アオリイカ自体も結構サーフにはいて、果敢にあんな感じで波打ち際まで追いかけたりすることも、多いです。やっぱりその砂浜っていうのはイギングのポイントとしてはポピュラーな方ではないんですよね。防波堤とか磯とか藻場とかそういう場所がねメインになってくると思うんですけど、やっぱりねこういう秋イカシーズンっていうのは人も多いですし、入る場所もないですし、せっかくの土日ねイギング行ったけど入る場所ないでどうしようかなっていう時とかにぜひね、サーフ、意外とイカやっぱり今回のような感じでいますし、ちょっと磯寄りとか藻場が見えてるとか浮き込みが多いとか、そういうね、ちょっとした変化っていうのはやっぱり広大に見えるねサーフであっても何かしらの変化っていうのはどこかにあったりはするので、ぜひねやってみていただけるといいかなと思います。でおさらいしておくと、サーフに行く際はやっぱり波がありすぎると、どうしてもねエギング自体がやりづらいっていうのと、イカが抜けてるっていうことも多いので、波の高さとかで、調べていただければ出てくるので、まあ、1メートル以内ぐらいの波感で行っていただけると快適にサーフのエギングできると思います。あとは、冒頭の方でもお伝えしましたけど、できるだけね沈まないエギ、シャロータイプって言われるやつとかスーパーシャローって呼ばれるようなものとか、比較的沈むスピードが遅いやつで攻める方が水深が浅いサーフはねいいと思いますし、逆に水深がドンとドン深のサーフとかであれば普通のエギでもできますし、まあそんな感じでエギの種類をね4種類ぐらいあるとゆっくり探ったりとかね、ちっこくやったりとかもできますので、サーフ一つ候補に入れてみてもらってもいいのかなと思います。はい、ということで今回はこれにて終了となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねもぜひぜひよろしくお願いします。バイバイ。